あそこに行くのね。正義の国、フォンテーヌへ。私が知っている限りでは、あの国の運営は正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわ。そいつらの神が民を審判するのか？いいえ、フォンテーヌには最高審判官が一人いるの。一般的には神であるフォカロルスが直々に審判に参加することはないわ。でも全ての審判においてフォカロルスが欠席することはほぼ皆無。彼女はただあの雰囲気に酔いしれているだけのようね。そして神である彼女も最終判決に影響を与える権利を残しているわ。とにかく、非常に個性的な神よ。